到着しました。結構遅延した。1時間半2時間弱ぐらい。フィンランドらしさをもう出してます。雰囲気あるぜ。ヨーロッパの地下鉄っていう雰囲気感じるぜ。いいね。急に寒いわ。でもなんか心地いい。今は飛行機暑かったし。見てこうやってね、自分で出すって。すごい。自転車も乗れるんや。パシラっていう駅に着いたら、すごい駅ごとショッピングモール、大きなショッピングモールになってました。ホテルに向かいます。出口が見つかりません。両替所の録画ホテルでした。一歩も外に出ず到着。最高すぎる。今1ユーロが164円ぐらいで、1万円を両替しようと思ったんですが、50ユーロになってしまうとのことで、じゃあヘルシンキというかフィンランドはカードで生きていけるって噂を信じて、私たちは両替をしてません。一つも。大丈夫かしら。 GO! 綺麗。やっぱり見て、ほらめちゃ綺麗。お風呂もこれはね、女子が大好きなインテリアって感じよ。かけるところも可愛いしな。あ、私も可愛いし。素敵すぎん。角部屋でした。インテリアもおしゃれやし、いやいいね。都会って感じ。綺麗。ホテルの表玄関はこちらでした。通りそびれたけど、マックめっちゃおしゃれ。緑やん。全部がなんかおしゃれ。取り急ぎマリメッコ本店、本店マリメッコに向かってます。マリメッコ本店に着きました。夜なので本社はもう閉まっとるけど、本店はやってるので入ります。至る所かわいいんやけど、どうする。円安。靴下めっちゃ可愛い。お土産にしよう。これとかいいやん。37ユーロ。一桁違うやないかい。見てこれも44ユーロ。シャータカンタ円安でお届けしました。インテリアエリアにやってきました。いいね、かわいいよ。これとかベージュのジャンパーかわいくない？マリメッコといえばのこの柄もあるね。ガオ。かわいい。これ何に使うの？手瓶か。いいね、おしゃれさんです。ね、この丼にラーメン入れて食べたい。おしゃれじゃない？これかわいい。これも16。え、欲しい。かわいい全部。どうしよう。オシャンティーノ、これおいくらでしょう。55ユーロです。
結構色とかもいろいろ可愛いんですけどね。マフラーも可愛いんですけどね。エリア3つぐらいあったね。可愛い。こういうさ、柄とかが推しタイプになっとるさりげないやつとかも可愛いよね。ヘルシンキ大聖堂にギリギリ間に合いました。綺麗。夜の大聖堂も素敵です。到着しました。めっちゃおしゃれやん。老舗のカフェ、昔ながららしいよ。この時間でもカフェタイムって感じないんや。夜ご飯の時間な感じするけど。せっかくなんでエクバークコーヒーとエクバークブラックティーにします。いただきます。定番メニューの一つらしくて、シナモンロールが、あとね、ナポレオンパイも有名って言っとった。うん、うん、あ、甘すぎなくて美味しい。なんかナポレオンパイはめっちゃ甘いって書いてあったから、こっちにしたけど正解かも。カリカリ系でシナモンの香りがすごいよ、うん、シナモンってよりも茶色っぽい。美味しい。今調べたらやっぱり北欧のシナモンは、シナモンロールはシナモンだけじゃなくてカルダモンとかいろんなパウダースパイスが入ってるらしい。美味しい。私こっちのシナモンロール好き。ちなみにここのカフェはフィンランド最後のカフェで1852年かにできたお店です。ステークファーム、ブリングバッグ、それ用の袋がとっても可愛いです。寒すぎ、寒すぎ。ワロタとかあんま言わんから恥ずかしい。はあ、フラッと寄ったバーもおしゃれなカフェな感じがします。12時までやっとるって。3つ目のカフェ巡りはこちらです。反対側は本屋さんになっております。建物すべてがやっぱり一つ一つデザイン入っとる感じが素敵やね。やっぱシナモンロールは定番なんですね。こちらのカフェはですね、北欧モダンデザインの第一人者であるアルバ・アートが唯一ついた国内唯一のカフェです。
グッドデザインが揃っております。おしゃれですね。ここで一くつ用意してご飯に、夜ご飯に向かいたいと思いますわ。はい、やってきたのはカール・ファッツェルさんが作った大きいチョコメーカーのカフェです。まあ、日本でも買えるらしいんやけど、今となってはかの有名なフィンランドを代表するお菓子メーカーだそうです。では入ってみましょう。コンコンコーン。ケーキめっちゃ美味しそう。綺麗。このドミノってやつ美味しそうじゃない？で、このブダペストはね、よく見るよね。でもスウェーデン代表するお菓子じゃなかったっけ？意外と甘すぎなくて美味しいね。フィンランドではウーバーの方が道端でタクシー拾うよりもはるかに安い。夜ご飯のレストランに到着しました。入り口からなんだかおしゃれでございます。美味しそう。せっかくなんでクラシカルフィンランド料理を頼もうかしら。エスカルゴとサラダが来ました。スイートポテトサラダ S サイズよ、これで。本当に大きいね。トラディショナルミートボール。あーもーすごい。そういえば可愛かった。私の足元、シュッチュの。いやー、 H&M ホームあるやん。明日24時間やってるスーパー K マーケットにやってきました。やっぱり海外のスーパーはチーズがすごい、いろんな種類あるね。こっちにも、いや面白い、自分でカスタムサラダできる的な。すごっ。お寿司コーナー全部サーモン。これ何をツナみたい。さすが北欧です。ヘルシーにオートミールとか食べてみようかしら。めっちゃ嬉しい、ホームメイドのスムージー。今日はスイカ味やって嬉しい。いただきます。フィンランドは1日目の朝ごはんです。なんかオートミールの種類が2種類ぐらいあったから買ってみて、結構可愛い感じで盛り付けてみました。で、なんかオーツミルクもあったし、フィンランドってオート系使うの当たり前なのかなとか思いながら。こちら私の朝食マストアイテム、クロワッサンです。あとこれなんかね、不思議な感じ。お惣菜コーナーにあったから甘い系じゃないと思うんやけど。いただきます。うん、オーツ美味しい。のパンの中にお米っぽいものがすりつぶされて、もちもちにちょっとだけなったやつが入ってるけど、不思議。クロワッサンが美味しかったんで100点です。たくさん取ったんで、ハム何枚やるの？ 1,2,3,4,5,6 7枚も取ってるんですけど、ハムもっとあった。7 8 9 10 11、塩分過多。
急に現れたカンピネライド。さっき近くにおるのに、ね、どこみたいな。どれ、あれ、あれ、どれなったよね。でもあの近くで来たら、近くまで来たら大きいし綺麗ねんけど、周りのさ、あまりにも建物が大きすぎて馴染んじゃってたわ。早速ヘルシンキ中央図書館に向かいたいと思います。寒すぎ。私の特にお気に入りのポイントはこういう天井、空が吹き抜けになってておしゃれです。でも石川県立図書館もなかなか負けてないなと思いました。ちなみに今日のコーデは最初のセットアップです。早すぎてやってないかもしれないけど、カフェもできるよね。砂が綺麗ってか、今日が全然イヤポルトに向かっております。ヘルシンキからアーリシルカに行きます。のどかな鳥のさえずりが流れてたりとか、結構トイレもね、フィンランド綺麗です。ここは空港です。今無人チェックインもおしゃれ。チェックインの時もそうやけど、案内にも日本語を見つけました。日本人多いんかも。人はいっぱいですが、フィンランドのラウンジも素敵です。3つあって、国際線のプレミアムラウンジ結構気になっとったけど、こちらモダンな素敵なラウンジもいい感じ。ラウンジのカップも可愛いなと思ったら行ったらでした。無事チェックインして、ここで1時間もあるのでラウンジ巡りをしようと思ったんですけど、私たちは今回国内線なのでアスパイアラウンジに来ました。一応おしゃれラウンジにオーツミルクがあったんで、オーツミルクラテを作りました。1時間ゆっくりして昨日とは打って変わってお家がダッシュやったからね、昨日。ちょっと待って。